オニコトチェメルボグラールカは、ハンガリーの歌手、ソングライターである。ヌーボーパルファンがハンガリーで数週間にわたって、首位となったことで広く知られるようになり、ユーロビジョンソングコンテスト2015では、ハンガリー代表を務める。2014年1月、デビューシングル、ヌーボーパルファンが発表されると、そのビデオクリップは、イギリスやアメリカ合衆国の有力メディアで、取り上げられるなど、 国際的な注目を集めた。ビデオクリップは、ボギーが歌っている間、写真編集ソフトによって、彼女の顔が加工されていき、最後に、加工前と加工後の比較が出るという作りのものであった。歌詞ではいくつもの香水のブランド名を挙げ、どれを選べばよいのか、どうしてそれ選ばなくてはいけないのか、誰に選ばされているのかと問いかけ、あの人たちには、本当の私は変えられないと説く。 なお、これらのブランド名はハンガリー語版の歌詞には登場しない。2015年、ユーロビジョンソングコンテスト2015の国内予選であるアダルに出場、代表曲、ウォーズ・フォー・ナッシングで優勝し、ハンガリー代表に選出された。2015年5月19日、オーストリア・ウィームで開催される、ユーロビジョンソングコンテスト2015に出場し、代表曲、ウォーズ・フォー・ナッシングを歌う。 ありがとうございます。